雰囲気ある木の並木道。ゲームオブスローンズのドラマでね撮影された場所ということで、そのファンの方々にとってはもう大興奮の場所ということですけれども、ゲームオブスローンズを見たことない私にとってもここは素晴らしい場所ですね。自然の造形美。ただの並木道ではやっぱりないですね。これはこの木は何という木なんでしょうね。アイルランドのザ・ダークヘッジでした。さあ、デリーの街、ロンドンデリーと呼ぶこの街を大きく隔てている川、この川に架けられているこの橋は
EU が出資して投資して作られた橋です。その名もピースブリッジ。ナショナリストと、リパブリカンですか、アイリッシュ系の人たちを、ね、分断していた川に平和の橋を架けたということですね。まあ、北アイルランドならではのそのような見どころというのもちょっとあれですけどね、押さえておきたいポイント。いやね、素朴に疑問として思うんですけどね、この橋2011年に建てられたってことですけど、それまで橋なかったのかな。なかったとしたら相当往来が不便だったと思うんですけどね。ピースブリッジでした。